五代目山口組で若頭補佐を務めた三代目山県組の桑田兼義。気さくな気取らない気質から人望に厚く人に慕われる存在だったという。慕われ担がれたからといっておごり高ぶるわけではなく、謙虚な人柄だったと有名であった。そんな桑田兼義だが、服役中に刑の執行停止を受け、緊急入院から約3週間で逝去している。この時桑田は六代目山口組誕生後に跡目を井上邦夫に譲っており、現在の山県組は四代目体制になっていた。桑田元組長自身、事実上現役を引退していたが、山口組が五代体制から六代目体制に移行する重要な時期に不在だったこともあり、本来なら現在収監されている司六代目より先に出所するはずだった桑田元組長の刑執行停止の入院については、毎日新聞の他にも週刊誌が大きく取り上げていた。そんな話題の絶えない桑田兼義は、平成14年に起きた東京八重洲口にあるエホテルの前で起きた射殺事件に大きく関わっている。桑田兼義とは一体どんな人物だったのか、少し詳しく見ていこう。昭和14年9月に生まれた桑田兼義だが、出生地までは詳しく残っているものがなく定かではない。昭和14年といえば第二次世界大戦が勃発し、ドイツ軍がポーランド西部国境を突破、イギリスやフランスが宣戦布告をしたあたりだ。他にも世界的に有名なノモンハン事件が起きており、日本陸軍は戦死者7700人を出す大敗北をしているが、日中戦争に影響するのではと報道されることはなかった。国家総動員法による国民徴用令が施行され、収集令状での兵役は赤色の通称赤髪だったのに対し、徴用令書は白色の白髪と呼ばれるものだった。このような物々しい年に桑田は生まれている。その後40を過ぎた昭和57年、三代目山口組山県組若頭渡辺義則は山県組若頭補佐桑田兼義を二代目県竜会会長に据えた。県竜会とは兵庫県神戸市に本部を置く暴力団で、神戸山口組の三次団体、上部団体は四代目山口組になる。今度緊急幹部会が開かれる。はい。そこでいよいよ山口組五代目が決まると思う。はい。もし俺に決まったら山県は頼むな。俺に務まるなら精一杯やらせてもらいます。平成元年4月、山口組緊急幹部会が開かれ、山口組五代目の人選が論議されていた。竹中組竹中組長は態度を保留、四代目山口組若頭補佐渡辺義則と四代目山口組組長代行中西和夫が五代目山口組組長の立候補を取り下げたことにより、渡辺義則の山口組五代目を支持する方向に決まった。同じ年4月下旬、山口組直系組会長で中西和夫が五代目山口組組長の立候補を取り下げた経緯を説明し、渡辺義則の五代目山口組組長就任が決定した。これには四代目山口組若頭渡辺義則を支持するグループと、四代目山口組組長代行中西和夫を支持するグループが大きく対立していたことが関係している。同年、渡辺義則は山県組を桑田兼義に譲った。桑田、山県を頼むな。自分で務まるかどうか、お前なら下からも熱いし大丈夫だ。やってくれるな。誠心誠意務めさせていただきます。就任おめでとうございます。平成2年1月、札幌事件が勃発する。この札幌事件とは、北海道の北海道神宮付近で、五代目山口系初代政友会の石間春夫会長が、共政会系右翼団体の会員2人組に射殺された事件だ。この事件は、山口組と共政会との全面戦争を煽り立てるかのような報道を行ったマスメディアもいたが、発生から2ヶ月後には和解が成立した。同年5月には桑田兼義と共政会沖本理事長との兄弟杯が交わされた。この札幌事件は今までの山口組とは異なり、山口組の平和路線を象徴する一件と後々評価された。とはいえ、和解までの間には銃撃を受ける事件や事務所にパワーショベルが突っ込む事件、幹部の狙撃事件と山口組の報復の見られる事件が多発していたのは言うまでもないが、平成9年8月、たくみ若頭射殺事件が発生した。これにより次の若頭候補、司忍、滝沢隆、桑田兼義の3名が相次いで逮捕された。東京都港区の路上での車で移動中、
警視庁の検問に引っかかってしまったのだ。桑田組長の後続車両から拳銃が出てきたことから、組長と共に共同所持容疑で現行犯逮捕されたのだ。逮捕され、若頭不在の期間が5年に及んでいる。そんな中、特に桑田の保釈が認められず、山県組は大変苦労していた。そして、5代目山口組組長の渡辺義則の意向も強く働いていた。渡辺は自分の後任者には井上邦夫を望んだが、井上は当時、まだ3代目山県組の若頭補佐で本家の直参にも上がっていなかった。そんな井上に山県組の4代目を継がせるため、どうしても山県組3代目組長の桑田を一度社会復帰させて話し合いをしたかったのだ。その時の山県組は後目候補に山県組若頭の橋本がおり、あろうことか井上より一歩リードしていた。井上が山県組の後目を継ぐのであれば、解決すべき問題が数多く残っており、そのためにも桑田の保釈が山県組に必須であった。踏まえて山県組では、桑田の保釈工作に山県組内共有会会長鶴木、同じく田三郎一家総長後藤、同じく半田会会長半田の3人が担当することになった。3人は何が何でも桑田の保釈が必要だった。この時、山県組に近づいた人物が亀谷直人という男だ。亀谷は当時の検事総長原田に貸しがあり、自分が原田を動かすことで桑田の保釈を可能にできると持ちかけたのだ。桑田さんを保釈させたいんだろ。何？俺なら検察の裏金作りで揉めた際の検察に協力した貸しがある。このパイプを使えば桑田さんを保釈にするのも楽になるんじゃないか。どうする？いや、そんな手段を選んでる場合じゃないだろう。使えるものは何でも使うが俺らの鉄則だろ。実績を持つ亀谷ならうまくいくはずだと考えた山県組は、その工作資金として亀谷に2億円を渡した。ところが桑田は一向に釈放されなかった。当然烈火のごとく剣は亀谷に詰め寄った。おい、なんで桑田さんが保釈されないんだ。いや、今やってますんで。いい加減にしろ。いつまでも控訴棄却の繰り返しで日ばっか過ぎちまうだろ。今上告してるじゃないですか。結果見てからにしてくださいよ。平成14年11月、上告中の桑田兼義の2度目の保釈請求が却下された。この日事件は起こる。この日も剣から激しく詰め寄られていた亀谷であった。渡した2億円はどうした？だんまりか。話にならんな。場所を変えよう。乗れ。剣の若い者が運転する車の後部座席に2人左右離れて乗り込んだ。亀谷はやらなければやられる、そう直感したのだろう。その場所が東京駅八重洲口 F ホテルの前であった。このまま車に乗せられてはやられる。剣が乗り込んだ直後、亀谷は発砲した。当然剣は即死。亀谷は懲役20年が確定、服役中である。桑田を保釈させようと共同していた半田は2003年11月に神戸市内で何者かに刺殺され、後藤もまた2007年5月に同じ山県組の者に刺殺された。問題の桑田だが、平成15年5月上告棄却し懲役7年が確定。しかし持病の悪化で勾留停止中だった。同年7月、桑田は東京の飲食店で階段から落ち重傷を負ってしまい、さらに収監が見合わされた。平成16年3月、桑田は東京拘置所に収監。平成17年、橋本博文は極真連合会会長として山県組から直参に昇格。山県組は桑田の引退により若頭に昇格していた井上が4代目組長に就任。山口組の5代目組長渡辺義則は引退し、本家若頭についていた司忍が6代目組長に就任。山口組は広道会が主導し、山県組は沈下となった。桑田を保釈させるために払われた2億円は一体どこに行ったのだろう。そして組のため、桑田のためにと動きを見せた3名、そして桑田自身、無事釈放され話し合いがうまくいき問題解決がなされていたら、また違った山口組があったのかもしれない。人柄の良さで自分と組のために動いてくれる人がいる。極道の極みだねって思ったよ。でもやっぱりそういう気持ちを利用して自分の私腹を肥やすやつっているんだね。それともできない何かがあったのかな。こと暴力団はいつでも後目問題はついて回る、逃げることのできない定めなんだなって改めて実感したよ。
人が変わればついてくる人も違うもんね。会社や政治よりシビアなんだなって思ったよ。最後まで動画を見てくれてありがとう。この動画がいいと思ったら高評価やコメントも忘れないでくれよ。次の動画は何だろう。それはまたのお楽しみ。火曜日以外の8時に動画を配信中。チャンネル登録をしてベルボタンも押しておこう。それではまた明日。